PA リスクは、ヒューレット・パッカード社のシステムズベルシーテクノロジー・オペレーションが開発したマイクロプロセッサーアーキテクチャである。その名前にも含まれているように、リスクアーキテクチャの実装であり、PA はプレシジョンアーキテクチャの略である。また、HP、PA つまりヒューレット・パッカード・プレシジョンアーキテクチャと呼ばれることも、ある。 1986年2月26日、PA リスクの最初の実装である TS1 を採用した HP3000 シリーズ930と HP9000 モデル840が発表された。HP とインテルはアイテニアムを共同開発し、PA リスクはアイテニアムにとって変わられた。2008年末には PA ディスクベースの HP9000 システムの販売を終了したが、サポートは2013年まで継続予定である。PA ディスクロ5980年代後半、HPE はシスックの CPU を使った4つのコンピュータシリーズを製造していた。1つは8286ベースの PCAT5 換気ベクトラシリーズだが、残る3つはインテルベースではない。一つは アポロコンピュータ社を買収した際に得た、モトローラの68000ファミリーを使った、ユニックスワークステーション HP シリーズ300で、残る2つは、シリコンオン・サファイア技術を使った、HP 独自設計の16ビット CPU の HP3000 シリーズと、独自設計のフォーカスマイクロプロセッサを使った、ユニックスワークステーションの HP9000 シリーズである。 HP はこれら PC 互換機以外のマシンを PA リスクを用いて一つのリスク CPU ファミリーに統合しようとしていた。プレシジョンアーキテクチャーは1986年に登場した。当初、32ビットの整数レジスタを32本と64ビットの不動小数点レジスタを16本持っていた。不動小数点レジスタが16本では性能に悪影響があることがわかり、 バージョン1.1で倍の32本にしている。設計を行ったアーキテクトは、アレン・ボーム、ハンス・ジーンズ、マイケル・ジェイ・マホン、ルビー・バイ・ローリー、ラッセル・カオ、スティーブ・マク・ニック、テレンス、シー・ミラー、デビット・フォトランド、ウィリアム・エス・オーリーらである。HPPA リスク7300、LC マイクロプロセッサ初期の PA、リスクチップは32ビットであった。 最初の実装 TS1 は TTL チップを組み合わせて CPU を構成したものである。その後、ベルシーを使ったマルチチップ方式となり MOS プロセスと CMOS プロセスのものが作られた。1980年代終盤、そういった初期の PA ディスクチップが HP3000 シリーズの新しいマシン930と950に使われた。これらのマシンは当時、 開発した研究所の名前をとってスペクトラムと呼ばれた。OS は MPE-IX が動作した。HP9000 シリーズもすぐに PA ディスクプロセッサを導入し、OS は HP 製ユニックスの HPUX であった。PA ディスクプロセッサ上に移植された他のオペレーティングシステムとしては、マッハ、リナックス、オパンブスド、ネトブスド、ネクストステップ、そしてリリースされなかった Windows NT がある。PA リスクの興味深い点は、そのシリーズのほとんどが L にキャッシュを持たなかったことである。その代わり大きな一時キャッシュを使っているが、以前は別チップをバスで接続していたが、現在は内蔵している。 PA-7100LC と PA-7300LC だけが L にキャッシュを持つ。もう一つ PA リスク独自と言えるのは 7100LC で初めて導入されたマルチメディアアクセラレーションエクステンションス形式のマルチメディア命令である。1996年、イサ a が64ビットに拡張され、PA リスク2.0と名付けられた。 積は演算も追加されており、不動小数点を多用するアルゴリズムで役立つ。MAX 振度拡張も備えており、マルチメディアアプリケーションで役立つ命令を提供している。最初の PA リスク2.0の実装は1996年1月、PA-8000 としてリリースされた。PA-8000 は10個の機能ユニットを持ち、先進的なパイプラインシステムを搭載していた。 また、命令キャッシュを2つに分け、長期保持のキャッシュと短期保持のキャッシュを設けた。1997年にリリースされた PA-8200 は PA-8000 とほぼ同じであるが、分岐予測機能が改善され、TLB ス率が低減され、大容量高速キャッシュを持っていた。 PA-8500 では 1.5MB の一時キャッシュをチップ上に組み込み、大きな性能向上を実現した。また、同時に DDR バスを導入し、最大 2GB、S のメモリ転送速度を実現した。分岐予測のための履歴テーブルは2倍の2048エントリとなり、TLB は120エントリから160エントリに拡張された。 8600は8500のコークロック版であり、クアジ、ロールインストラクションキャッシュイビクションポリシーを採用している。8700は8600をさらにコークロックにして2.25メガバイトの一時キャッシュを持っている。また、ギ似ロール命令キャッシュ入れ替えポリシーとデータプリフェッチ、機能を備えている。一時キャッシュは大容量であるもののあまり早くなく、性能の足かせとなった。 しかし、プロセスのサイズを考慮すると、HP が内蔵したキャッシュのサイズは印象的である。PA-8800 は2つの独立したマクロプロセッサを1つの台に組み込んでいる。そして、1つのチップで2ウェイの SMP を構成する。8800内の各プロセッサは1.5メガバイトの一時キャッシュを持つが、 HP は一時キャッシュのみというポリシーをやめて 32MB の外部 L2 キャッシュをサポートした。外部バスは 6.4GB、S の板に平方メートルのバスを採用し、PA リスクとアイテイニアムに共通のサーバデザインを採用した。PA-8900 は8800によく、似ているが L2 キャッシュを 64MB まで拡張し、 キャッシュエラー検出や訂正などの機能を強化した。噂されていたような8800の大縮小版ではない。これが PA リスクシリーズの最後のマイクロプロセッサである。HP 社の方針と思われるが、PA リスクは高性能であるものの周辺を含めたシステムとしての販売のみを行ってきたため、MIPS のように広く使われることはなかった。 PA リスクはすでにその役目を終え、MIPS のように組み込みプロセッサとして残ることはない。ありがとうございます。